久保さん、今回あの、最強伝説久保にしましょうか。最強伝説黒沢じゃなくて最強伝説久保と。まああの、久保さんがおっしゃる通りね、あの、久保さんはもう、まあその、なんだ、まあいいんじゃないかなと思うんですよね。別に。なんかあの、まあ吉谷さんは好きにやってくれと。俺はこういう人生やし、まあ年も年だし、みたいな。 だ、ね、多分ね、あの、僕が、その、こういう発信をしている理由としては、今、現行で僕の、その、なんだ、セールストークになってるんですよね。だから、広島の久保です、みたいなね。速下塾の久保ですと。と最近、あの、速下塾の久保ですって多分言わなくなったと思うんですけど、昔はもう、もう多分100、100%速下塾の久保だったと思うんですよ。おそらく。 まあ今は多分そこまで多分全動画に速歌塾の久保は入ってないと思うんですよね。それはなんか隠居の久保みたいなね。別に速歌塾売ってる塾、売ってない売、売らなくても飯食えるしっていう話で。まあ僕の場合は、今もうビジネスを教えて飯食ってるので、まあそ,そういう話になっちゃうんですよね。まあだから体に染み付いてるというか。でも最終的にでも吉谷さんと、あの、こういう質問されたら多分ね、まあ僕返せないんですよ。 吉谷さんって、何のためにビジネスやってるんですかそれってお金のためですよねとえ。じゃあお金があったらやるんですかいや、いや、なんか、まあそういう感じですよね。何のためにビジネスやっていくのかって聞かれたときに、やっぱ、一番のは売り上げなんで、お金なんですよ。つまり、まあお金の奴隷なんですよね。 でも、久保さんの場合はもう、お金の奴隷ではなく、お金を使ってお金を回すみたいな感じで、お金を支配してるっていう側なんですよねで。僕はまだお金に支配されてる側なんで、なぜビジネスをガリガリやってんのか。それはお金を稼がないといけない。売上を作らないといけないというね、そのジレンマがあるわけなんで。うん。だから、まあやっぱ、そのお金を支配する側、 金利とかである程度回るようにするまでの余剰資金はやっぱ貯めていかないといけないので、まあ本当に何もしなくてもお金が働いてくれてっていうところですよね。プラス、まあ僕と久保さんの共通ポイントがあるとするならば、その発信力があるので、発信はもう空気のようにできるんで、その発信からお金を生み出すことができるので、このお金を使ってお金を生み出す っていうものと、発信でお金を生み出すってこの2極があれば、もう多分無敵だと思います。マジ無敵だと。僕は無敵だと思いますね。で、久保さんは今もう最強無敵の状態になりつつあるんじゃないかなと思いますね。だって、その、その発信もできるわけなんで、僕はその発信ができないんで。で、その発信に興味ある人は、総科塾とかね。まあ、もしくはなんか、FX の講座買うのがね、あると思うんですけど。だからまあ、 僕もまたステージをね、まあ今年、来月で39歳になりますし、まあ久保さんが40からネットビジネス始めたじゃないですか。で僕は40から投資を始めるっていうね。じゃ久保さんよりちょっと、あのー、久保さんは40からビジネスを始めて。僕はもうそれ以上やってるんで、40からちょっと投資やってみたらどうなるのかみたいな。投資で1を稼げましたみたいなね。<laughs> 3年で、投資でみたいな。まあそんな感じになりたいですよね。 で最終的にはやっぱもう隠居ですよね。もうその、なんだ、もう本当に自由な発信。別にもう商品売らなくても全く生計が立てられるっていう状態になったら、もう本当に完全に自由発信ですよ。何のセールスもしなくていいんで。だ売る必要が全くゼロになった場合、自分が発信したいことを発信しまくれるし、何のしがらみもなくなるんですよ。だからもう多分ね、そうなってくると、もう、 最強かなと思うんですよね。うん。セールスに縛られないというか、なんだろうな。もう何からの解放ですよね。うん。まあそこのポジショニングになるために、まあ僕はもうビジネスひたすらやりますけどね。うん。まあだからその一つモデルとしてやっぱ久保さんが、あの、今のポジショニング行ったっていうのは、まああ,あ、 マージャン店のおっさんでもそこ行けるんだなっていう僕のあの久保さんは僕の希望ですからね。<laughs> はっきり言って。だからまあ僕がその久保さんを追いかけてる。昔はね、久保さんに商品売ってたんだけど、もはや今度僕が久保捨郎を追いかけてるみたいな話ですよ。うーん、そう。 でもね、もう一つ僕がちょっとね、違うのがあって、やっぱ久保さんと僕違うのは、やっぱね、あの本を出版したっていうのが結構僕の人生の中で非常に大きく、あってですね。まあ本当に僕勉強してこなかったですし、まあ頭なんかね、もう悪いですし、まあどこの高校にも入れないよと、偏差値30以下ですよ。で、そんなやつが勉強全くしてこなかったやつが、やっぱその書店行った時もちょっと書店には並んでないですけど、 ま、人生で多分あんまないと思うんですね。普通に生きてたら。サラリーマンで生きてたら多分ないと思うんですけど。何なんだこれみたいな。なんかその本屋に行ったら自分の本がこう積まれてるわけですよね。ま、そのし、あの出た当時は積まれてるとこあったんで。あの、新宿の木の国屋だったかな。はぁみたいな。すごい。俺の本が本屋に並んでるぞ、みたいな。で、やっぱなんかその体験をして、 まあ、本を出したってことは立派な著者、著者としてね、まあ、この情報商材っていう、まあ、コンテンツビジネスっていうのを、まあ、しっかり伝えていこうっていう、なんかずっと伝えていきたいなみたいな、なんか腹くくったっていう、なんかちょっとね、思いがありますね。金を稼ぐっていうところもあるんだけども、なんか僕のなんかオリジナルな、その、まあ人にはちょっとそう伝えられないですけど、自分の中では思ってるものがあるので、だから、 まあ他の発信者とはやっぱ違う発信ができるのもそういうちょっと思いがあるっていうね。うん。なんか売り上げももちろん一番大事なんだけども、伝えたいことがたくさんあるってことですね。うん。こんな俺が本出版できたかみたいな。うん。今本あったもんな。本あるか。これか。ねえ。久保さん。まあ久保さん書いてありますが、これね、400ページだったかな。これ400ページ。400? お客様の、あった。432ページ、久保哲郎が書いてありますよ。久保哲郎。お客様のために死ぬ。久保さんが、久保さん書いておきましたから、大丈夫です。久保さん。久保さん。40過ぎてから、中年親父からスタートして成功。どうして成功したのかと。久保、久保、久保哲郎って書いておけばよかったですね。久保哲郎って、フルネームだからは久保さん、久保さん。いい これね、まあ僕の宝ですこれ思い出歴史の思い出ですね、まあ、人からなんて言われようと、まあ多分情報商材って多分人から、まあ一般的にあんま、なんかダーティーみたいな多分ものだと思うんですけど、僕からすると、うん、まあこのリアルの本が、本屋さんに自分が並んだっていうのは、なんかすごく考えるものがありましたね。マジか、こんなことが人生に起こるんだと、もう本当、奇跡の奇跡ですよ。 僕からするとまあ久保さんも麻雀店やってて今の生活するのなら奇跡だと思うんですけど <laughs> ね振り返ってみると僕も本出すのはね自分の歴史の中でこんなことがあり得るのかなっていうのがねすごく考えさせられましたねこれを見た本屋で見た時うーんそうまあとりあえず僕はねあのまだそうは言ってもお金に支配されてますのでお金を支配する側になれるように最強伝説久保を見続けてね最強伝説久保 になれるように、最強伝説吉田になれるようにね、頑張っていこうかなと思いますね。はい。いってらっしゃい。